霊夢さん以前 MSMA の全校ランキングという動画を作りましたね。小生さん、あの動画は結構反響があったね。あの動画は5位から1位までをご紹介したのですが、今回は10位から6位までをご紹介したいと思います。やっぱり大きさにはロマンが溢れているから。大きさのランキングは私も YouTube でよく見ているので、興味のある人も多いんじゃないかな。はい、それでは皆さんゆっくりしていてね。それでは早速全校ランキングについてお話ししていきたいと思うのですが、あくまで全校での比較であり、全長や重さは対象外とさせていただきたいと思いますよ。いわゆる身長の大きさでってことね。さようでございます。それでは早速行きましょう。じゃあ最初10位から。10位はクイーンマンサですね。全高 39.2 メートルです。約40メートルととても大きな機体なのですが、実は後継機のクシャトリアは8年後にサイコフレームなどの技術進化のおかげで、当時の MS のサイズとしては平均的な20メートル級にまで小型化に成功しています。技術の進化を舐めてはいけない。8年ってものすごくいろんなものが進化していくから、リアルの世界でも8年前のデバイスを今使っているとかなり時代遅れな感じがしますからね。そういえば当時音体が大激怒したってエピソードがあったっけ。当初はですね、オーラバトラーのようなデザインだったのですが、音体がブチ切れたためにですね、今のようなデザインになったということでございますよ。クイーンマンサってネオジオンを象徴する機体って感じで、もともとは作られたんだよね。重武装であったり、巨大化であったり、いわゆる第4世代の MS の頂点と言っても過言ではない素晴らしい MS なのですよ。フォルムもとってもかっこいいから。ですね、それでは第9位です。第9位は、サイコガンダムマーク2ですね。全高 39.98 メートル。サイコガンダムマーク2ってめちゃくちゃ大きなイメージがあったけど、意外とランクは下の方なのね。グリプス戦役末期に投入された巨大 MA のうちの一つなのですが、とにかく火力のダメージがすごいってイメージだね。圧倒的な火力を誇っておりまして、サイコガンダムと比べても強力な機体であったのですが、強化人間をシステムの一部とする思想はそのまま受け継がれています。機体が強化された分、パイロットへの負担は増加したみたいだよね。ですので、パイロットであるロザミアは精神に異常が出てしまいましたから、命令を受け付けられなくなって暴走してしまったんだよね。さようでございます。しかしサイコガンダムマーク2でも9位ですから、この先もさらに大きな期待が続きます。それでは第8位のご紹介です。第8位はサイコガンダムですね。サイコガンダムって初登場の時本当にテンション上がったね。あれは黒くて異様ないでたちで、しかも異常に大きくて存在感がすごすぎるガンダムだよね。ちなみにこのガンダムなのですが、当初はゼータガンダムのコンペに出されていたデザインのうちバンダイから提出されたものなんですよ。へえ、それは意外。コンセプトはですね、可変機能を盛り込んだ初代ガンダムであってですね、全体的なフォルムに関しては本家に似通っているのですね。明らかに主役機なデザインではないと思うけど。気にしたら負けなのですよ。ガンダムの世界とはそういうものなのですよ。音体が支配する世界のことか。それでは第7位のご紹介です。第7位は7位はですね、アプサラス3でございます。全高なんと約50メートルです。このあたりからだんだん大きさをイメージできなくなってくるよ。ただ初代ガンダムでも18メートルですから、普段の我々の生活からしても十分大きいですね。そもそもの発端はアプサラス計画にあるんだよね。ジオン軍が考案したものなのですが、その内容がとても恐ろしいものでして、かなり
地球連邦軍に対する攻撃作戦で、地球上の連邦軍本部に大気圏外から直接攻め込み、強力なビームへ行きで攻撃を行うという計画なのですよ。大気圏外から、あの最終回でも同じような攻撃スタイルでかなり炎上した作品を思い出した。ございましたね。そういえば、シミュレーションにおいてジオンは、アプサラスでジャブローを陥落させたのですが、実際のところ、やはりあの計画自体がかなり無謀だったように思うのです。当時ジオン軍はジャブローの大まかな位置しか把握していませんでしたが、そもそも、ジオン軍にアプサラスを複数生産できる余裕はないと思いますが、仮にジオン軍がジャブロー基地の構造を把握してアプサラスを複数投入できたとしても厳しいでしょう。ジャブロー基地は異常なほど広いから、アプサラスのみでは多少ダメージを与えることはできてもすぐに無数の戦闘機や対空砲火に叩き落とされてしまうのが目に見えていますから、衛星軌道から攻撃するから迎撃される心配はないと思うかもしれませんが、連邦軍には大気圏内外で行動できる戦闘機セイバーフィッシュが存在しますので安心はできないのですね。結局は、トップなどの航空戦力や MS などの地上部隊と連携して攻めるしかないんじゃないでしょうかね。ジャブロー攻略ってほんと難しいな。それでは第6位です。ビグザムですね。全高なんと 59.6 メートル。こちらもジオン軍がジャブロー攻略を想定して作った機体だね。恐ろしいほどの火力を持っております。さらに攻撃力だけではなくて、防御力も求められたために、全高約60メートルと、ここまで巨大な MA となったのですね。ものすごい MA で、ジオンのキーとなる機体だったけど、問題があった。これだけの火力を持っているとですね、そこのある一つの問題が生じてしまうのですね。その問題は、ズバリ冷却ですね。ビグザムの場合ですね、ジェネレーター出力がなんと14万キロワットにまで及ぶのですね。だからこそ相当な頻度の冷却が必要となるんだよね。ですが、安定した冷却ができない問題はずっと解決できずにですね、全力で動ける時間はなんとたったのわずか20分ほどしかなかったのですよ。せっかくの火力が、ですね。ただ、それでもその圧倒的な火力を劇中でもしっかりと見せつけているんですよね。はい、霊夢さん、前項の10位から6位までをご紹介してきましたが、いかがでしたか？最後のビグザムあたりにまで行くと、なかなか大きさをリアルに想像できなくなってくるけど。ただ、これでもまだ6位ですからね、ガンダムの世界の機体の大きさには本当に驚かされます。しかしですね。しかし、ロボットアニメ全体で見ると、ガンダムの世界なんてものは序の口なのですよ。最大の大きさを誇るロボットと比較すると、ビグザムなんて小人と言ってもいいくらいですから。小人。はい、このあたりもまた別の動画で作りたいと思っていますよ。そうしましょう。それでは霊夢さん、そろそろ終わりましょうか。はーい。視聴者の皆様、動画を気に入った方はチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。明日の動画もお楽しみに。